こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おっと、アッティカス出遅れてしまいました。さあ、先行争い何が行くんでしょうか。ミルフパーク前に行きそうです。フラワーパークそれに続いています。さらにはマーブルアクティブ11番ウィナーズウィッシュ、その後ろ前に戻りましょう。先手を取ったのはミルフパーク14番フラワーパーク、2番手を追走しています。その隣にクールタフネス、内からはアッティカス、アナバー、そのうちに続いています。その外にマーブルアクティブ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってアナバー、フラワーパーク先頭、残り 200m、 先頭はアナバー、フラワーパーク必死に追いすがります。アナバー先頭、フラワーパーク追いすがります。アナバー、アナバー1着、2着にはどうやらフラワーパーク、勝ったのはアナバー、見事な勝利です。こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはファビュラス・ラフイン、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してファビュラス・ラフイン鼻に立ちます。その後ろからはボーンサ、この馬も上がっていく構えです。さらにはケアレス・ウェル7番アスマラ、その後ろシルシラ、後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはファビュラス・ラフイン、内からはアスマラ、その外からボーンサ、内からはケアレス・ウェル、その外からダンシング・ラン、その後ろにパッシング・サクセス、並んで16番シグナル・アンサー、内からはボスラシャム、デイボール、それに続いています。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはファビュラス・ラフイン、並んで7番アスマラ、ボーンサ、この馬もこのグループ、その隣にダンシング・ラン、シグナル・アンサー、すぐ後ろ内からはパッシング・サクセス、さらにはボスラシャム、これに続いてデイボール、ナイトシップ、すぐ後ろこの辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ14番ファビュラス・ラフイン、アスマラほとんど差がありません。ケアレス・ウェル3番手、さあファビュラス・ラフインこのまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はファビュラス・ラフイン、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はアスマラ、アスマラ先頭、2番手はファビュラス・ラフイン、先頭を捉えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってファビュラス・ラフイン、ファビュラス・ラフイン先頭、残り 200m、 ファビュラス・ラフイン先頭だ。しかし後続のアシードもなかなかいい。ファビュラス・ラフイン先頭、ノットアップ迫るファビュラス・ラフイン、ファビュラス・ラフイン1着、2着にはどうやらノットアップ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ファビュラス・ラフイン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。皆川ファンティー、これはいいスタートを切りました。ドルフィンボーイ、この馬も好スタートを切りました。大方の予想通りドルフィンボーイ先頭を伺います。皆川ファンティー競りかけていきました。さらには河内館男、13番オーディン、その後ろ山の成功、後ろからになりそうです。もう一度先頭から、先手を取ったのはドルフィンボーイ、その後ろからは皆川ファンティー。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から見てみましょう。ドルフィンボーイ先手を取りました。ウッドマン、それに続きます。その隣に皆川ファンティー、好位置をキープしています。河内館男、青の帽子北斗ベガ、その後ろすぐ隣にオーディン、ブライアンズロマン、そのうちに続いています。その外に月福王、さらには森優プリンス、並んで15番鉄の戦国王、瀬田のキングすぐ後ろ、その隣にスペクタクル、パルブライトすぐ後ろ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ1番ドルフィンボーイ、2番手は河内館男、これは絶好の手応え。12番河内館男、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのは河内館男、北斗ベガ先頭、あと 200m 北斗ベガ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。河内館男抜けた、北斗ベガ、河内館男追いすがります。北斗ベガ、北斗ベガ1着、2着は微妙です。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは北斗ベガ。